クレイユは、フランス、オードフランス地域圏、オワーズ圏のコミューン。パリ地方北部、オワーズ川谷に位置する。クレイヨアと呼ばれるほぼ3万5千人の住民がいる。この町は、10万人以上いる都市圏の中心であり、オワーズ圏第一の地域圏第二の人口を抱える。中世には、王家の居城があり、クレイユは19世紀になって、主として開発された。 1844年から鉄道の存在と首都パリへの近さという恩恵を受けて産業が発展した。初期の産業はファイアンス焼きに特化され、金属化工業の盛んな町となり、20世紀からいくつかの自動車工場が置かれた。史跡の集まる場所は、ウガンのサンモーリストである。戦後の経済復興期にオワーズ川谷を見下ろす。 大地上に集合住宅群で構成される新たな地区が作られた。町は1970年代から金属加工業が不景気となり、大地上の地区は失業問題と社会問題が集中した。2007年に始まった都市再生事業は市内の数箇所の領域をカバーしている。クレイはパリボン地の中地域県南部に位置する。歴史的な地方としては、 アロア地方とボーベジ地方の境界にあたる。クレイはパリから 45km、ボーベから 35km、アミアンから 72km の距離にある。オワーツ川がコミューン内を横断する。町はオワーズペイドフランス地域県自然公園の入り口にあたり、アラットの森、シャンティの森と境界を接する。町の原型はオワーツ川を見下ろす台地の下にある。 古い浅瀬にあった。左岸側は非常に狭く、はるかに平坦で広い右岸側に町は拡大していった。左岸と右岸の間に三毛リストがある。戦後の都市計画事業で生まれた中心部のカルノヒロバクレイは明らかに異なる。複数の地区で構成される。中心部はオワーズ川両岸に広がるが、一部が三毛リストにある。中心部は住宅や商店。 サービス業の店から構成される密集した地区である。この古くから、ある密集した地区は、第二次世界大戦中に激しい爆撃を受け、1950年代になって駅に近い部分が再建された。旧市街は、1970年代に共同開発ゾーンとして、スラム除去政策を経験している。グルネー地区は、現在産業の空洞化にさらされた古い工業地区で、ある。 工場のいくつかは、現在も創業中だが、徐々に住宅団地の形に変換されている。この地区は、都市再生計画の対象となっている。第一条にある、ルエール地区、壁地区、ムーラン地区は、1960年代から1970年代に、生まれた、集合住宅群が主体である。656年に記された、聖エリギウスの生涯において、 クレイユの名はクリオロとして初めて現れる。672年にはクライイラムであった。さらに後の八の851年にはクリギリアムであった。942年の文書に記されたクレサルテンス・カストラムの名は城のことを指している。1115年にはクリドゥーリーであった。クレイルの第二部分であるアイルはおそらくガリア語の野郎であろう。 村という形態を取る前の清められた開けた状態を意味する。全般的にフランス北部ではゆるまたはホエールで終わる名詞が多く、アイルは例外的である。かつてのクレイユ城の図ガンの三目立地区クレイユのファイアンス焼き初めてクレイユの存在が記されたのはおよそ633年頃である。ルーアン司教ウアンが書いた聖エリギウスの生涯においてで、 ダゴベルト一世は、ブルトン人の王ジュディカイルの侵入を受けたとある。10世紀、サンリス領主の持つ城が、現在のサンモーリス島にあった。1150年に、城の近くにサンテブルモン教会が作られ、続いて、巡礼の対象となる、生遺物を受け入れた。町は、島の先端で成長しただけでなく、砂岸に、新たな教区山ダを作った。 12世紀から町には病院とハンセン病患者のコロニーがあった。ルイ9世がクレイユ領主となると、代々のフランス王たちが滞在するようになった。シャルル4世はクレイユで誕生している。1374年、シャルル5世は町の市場を再建しようとし、ベアトリス・ド・ブルボンの子でルクセンブルク港、ブラバント港であるベンツェルから領地を買った。年戦争では、 幾度も戦火にさらされ、1441年についに占領された。近代以降もユグノー軍、フロンドの乱で占領された。1782年に領地は今下校のものとなるが、公爵は平民出身の管理ピエールジュエリーにクレイユを売却した。この時代のクレイユ経済は、石の採石や川沿いで行われる小麦の製粉に限定されていた。 1797年、アイルランド出身のパリの実業家がクレイユにガラス工場を作った。それは直ちに陶器の工房となった。この工房は一世紀にわたってクレイユ最大の事業者となり、1840年には900人が働いていた。この工場は1895年にモントローホール・4ヌにある工場と統合されたため閉じている。 1810年、オアーズ川は新設された。サンイコール簡単運河によってスヘルデ川と接続された。オアー,アーツ川の運河化事業は1825年から始まった。工業化が石灰用、石膏採掘、川なめしという形態で始まった。1846年にパリ・リール間の鉄道路線が開通したことで、再びクレイユ経済は活性化した。 フランス北部、東部からの鉄と石炭が直接運び込まれるようになった上、一方でパリから地方へ向かう出口に面していたためである。工業化による新しい設備はウガン地区の駅の周辺に生まれた。金属化工業の工場のいくつかが隣接コミューンとの境界に近い、この場所に根を下ろした。第一次世界大戦中の軍の需要が前線に近い理想的な位置にある。 クレイユ都市圏の経済活動を後押しした。労働者の住宅は、シテと呼ばれる、中心部にできた。第一次世界大戦は、クレイユの政治的転換点となった。フランス社会党のジューリュールディが自治体市長選挙で勝利を収めたのである。以後、クレイユは中断することなく、社会主義の画像となっている。第二次世界大戦中、クレイユでは2つのレジスタンス組織が活動した。 1943年より、クレイユは激しい爆撃を受けた。クレイユは、ドイツ空軍の空軍基地となり、重要な鉄道の接合地点であった。大戦後の経済復興期、ユシノール、フランコロール、ブリソヌーの3社で4000人もの人々が雇用されていた。北アフリカ出身者が多数を占める労働者たちの需要に応えるため、大地上に集合住宅群を備えた地区が、 新設された。1960年代以降、金属化工業は停滞の時代を迎え、工場は閉鎖されたり統合されたりした。工場の閉鎖は、失業率を押し上げることとなった。パリへ通勤する者が増加し、社会問題化した。極右政党国民連合への投票傾向が足元を固めつつある。姿勢において1980年代からこの傾向を、 修正しようと試みられている。参照元は INSEE3 都市と姉妹都市協定を結んでいる。ありがとうございます。